山内真理子月曜日のつぶやきここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です今日はウクライナの映画ですかはいそうですキャロル・オブ・ザ・ベル家族の絆を奏でる歌という映画をご紹介します<ー>これ今かかっているこの曲がキャロル・オブ・ザ・ベルっていうタイトルなんですけどもどこかで聞いたこと皆さんありますよね青木さんどうですかちょっと聞いてみましょう どうでしょうかピンとこないなんかよく、あの、クリスマスシーズンの映画でかかると思うんですよね。なんか私、ホームアローンとか、アダムスファミリーとかもかななんか聞いたことあるなって思ったんですけど、これが実は、ウクライナの民謡、シドニックが元になっている曲で、で、それが、 1916年に、まあ、編曲されて英語の詩がついたりして、まあ、今のこの形になって、まあ、世界中で聴かれるクリスマスキャロルの一つになったそうなんです。うん キャロルルオブザベル、はい、というでこのえ映画は、まあ、タイトルそのままなんですけども、えっと、侵攻前ロシアによる、えー、ウクライナ侵攻前に撮影されて今年の1月にウクライナで公開されたかなり最新作の映画になります。と物語の始まりが1939年からなんですけども、まあ、ちょうどこの、えー、第二次世界大戦の戦時下でのウクライナの暮らしを描いたすごく貴重なウクライナ映画私は。 ウクライナ映画見たの初めてかもしれない。はい。の、とこの舞台が、まずね、ちょっと私ああと思ったのが。えっと、ポーランドのスタニスワブフ、スタニスワブフっていう街を舞台にしてるんですね。で、ポーランド、うん、ウクライナ映画じゃないのと思ったんですけども。えっと、ここ実は、現在のウクライナ、イバーノフランキウシクっていう街と同じ。なんだそうです。<ー>で、えっと、地図で見ると、本当西ウクライナの方で。 あの、山脈があって、スロバキアとかハンガリーとかルーマニアとかとは、まあ山脈でね、えっと、まあ隔たっているんだけれども、ポーランドとは平野が割と地続きになっていて、すごい、まあお隣の、すぐお隣の国っていう感じで、ちょっと、まあ映画の舞台になっている1939年からちょっと遡ると、 えー、1918年に第一次世界大戦で、まあ、その時点ではここオーストリア、ハンガリー帝国ってハプスブルク家が治めていた、えー、国だったんだけれども、まあそれが、えー、戦争で負けて解体されて、西ウクライナ人民共和国にまずなった。うん、で、その時、こ,この街首都だったそうなんですね。でも、間もなくポーランド軍に占領されて、で西ウクライナ全体もポーランドの領土になっていたので、この 1939年の映画の時点では、ポーランド領ポー,ポーランドの領土っていう、で、その町の一角にあるアパートを舞台にしています。で、と、まず、大屋さんというか、アパートの、えー、に住んでいる住人がユダヤ人なんですね。ユダヤ人の一家がまず住んでいて、そこに、ポーランド人一家とウクライナ人一家が同時に引っ越してくるっていう。 で、ね、ここ3家族とも、両親と女の子1人っていう家族構成なんです。3人家族かける3組っていう構成で、で、最初は、あの、お互いね、やや抵抗感があるものの、まあ、宗教も違うし、文化も違うし、言葉も違ったりするので、ちょっとこう、ん違う人だ、みたいな感じでいるんだけども、まあ、ちょっとずつ歩み寄って、まあ、ご近所さんとしてね、一緒にディナーしたり、仲良くやっていたんですが、うん、まあ、ある日、ソ連軍によって、 そう、占領されるんですね。ポーランドだったところが、ーポーランドが、ソ連軍によってまず占領されて、でそしたら、えっと、市内のポーランド人への迫害が始まって、うん、ポーランド人一家が、えっと、ピンチに陥ってしまう。で、えー、っと、ここの,あの両親が、まあ、娘をウクライナ人一家に託して、彼らはソ連軍に連行されてしまうっていう。で、そうこうするうちに、第二次世界大戦が始まって、うん、今度はドイツ軍に占領される。 ですね。で、まあ、ご存知の通り、そうすると、ユダヤ人への迫害が始まって、で、ウクライナ人一家のもとに、まあ、あの、先のね、ポーランド一家の女の子に加えて、ユダヤ人の娘さんもかくまうことになるっていうお話なのです。んなんか私、ウクライナの、まあ、歴史がね、すごく複雑だっていうのは聞いていたんですけども、まさかここまで複雑な歴史があったとはちょっと思ってなくって、あの、 次から次に占領されていて、うん、で、なんかちょっと独立したって思っても、1年未満とかで別のまた国がやってきたり、国の名前が変わったり。 ちょっとねあの想像以上の過酷な歴史をたどってきた国だったんだなっていうのがこの,あのストーリーの、ね、あらすじだけで分かるっていう、はい、この映画で描かれてるわけですね、うん、今ちょっと映画の、ね、参考資料でも大議事世界大戦下のウクライナ年表ていうのがあってもうその並べ事実関係並べられただけでも山田さん今おっしゃったようなことなんですね。そうもうちょっと あまりにも過酷だなっていうのが、まあ見ての通りなんですけれども、うんで、そこに、あの、この映画がすごくよくできていて、あの、ウクライナ一家とポーランド一家とユダヤ一家っていう、まあ、違う人種、違う、まあ、文化を持つ家族が、まあ、同じ建物に住んでいて、この時点ですごく、まあ、死者的ですよね。でと、その中で、まあ、第二次世界大戦下での、まあ、状況を描くことで、ウクライナの複雑な歴史がすってわかるようになっているんですね。であのまあ主役 音楽はウクライナ一家になってでここがあの父親母親両方とも音楽家なんですよ。うん、お父さんもあの音楽家 ギターだったかななんかあの、楽器で、えっ、ー、と、お金稼いで、お母さんも、お家で、えっと、ピアノ弾いて、で、娘さんとかに歌を教えてたりして、で、この娘さんがね、すごく歌が上手で、あの、素晴らしい歌声なんですけども、で、その、この女の子、このウクライナ一家の女の子が歌っている曲が、まあ、冒頭にかけたキャ,キャロル・オブ・ザ・ベルっていう、ウクライナの、<ー>え歌なんですね。えここで、山内マリコ的推しポイント。ナチスがいなくなった後も、 あの、これまで私が普通に見てきた映画、まあ皆さんそうだと思うんですけども、まあアメリカとかイギリスとかフランスとかが戦争映画作ってそれを見ると、大体ナチス、ナチスドイツが唯一最大の敵ですよね。で、ナチスが負けていなくなってハッピーエンドというかおしまいみたいな。大体そうだったんですけども、うん、だからなんか映画の上では、まあ、 どれだけ人が亡くなったとしても、まあ、ハッピーエンドが約束されている、ナチスはやがて負けていなくなるってことが分かってるから、まあ、それがなんか映画としてこう収まりがいいものになっていたんだけれども、けど、ウクライナはそうじゃないんですね。ドイツが去ったら、次はソ連軍によって再び占領されて、しかもそれが、ソ連が崩壊するまで、1991年まで占領されたまま、 だったっていう。なんかその状況がこんなによく分かったの私、この映画見て初めてだったんですよね。ねその、まあ、半世紀近いソ連からの占領の間も、まあ、自分たちはウクライナ人なんだっていう誇りを持ち続けていて、その際にこのキャロル・オブ・サビルっていうウクライナの曲が、ま、象徴的な存在だったっていう。そういうことがすごく映画を見ているだけで分かったので、なんか皆さん、あの、ウクライナのね、えー、っと、 まあ、クライナーのことを考える、えー、興味を示すっていう炎上線上に、まあ映画見るっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。私すごく勉強になりました。そうか、その、うん、歌が好きな娘さん、うんや、ヤロスラワちゃん。うん。もうこのキャロル・オブ・ザ・ベロを歌うことで幸せが訪れるっていうことを信じてたっていうことなんですね。そう,なんで,すよそうでも悲しいだけじゃなくて、この映画ちゃんとハッピーエンドにまで持ってってくれるんですけども、<ー>ものすごい時間がかかる。 うん、あの映画の尺じゃなくてすごく、えー、と一つの時代だけではなかなかあの幸せなところまではいけないっていうもそうだけどウクライナとかねポーランドっていう国が、まあ、俺あまり地政学って好きじゃないんだけど、まあ、ロシアとドイツっていう、まあ、強大な国に挟まれてるっていう意味で言うと。うん 朝鮮半島ななんかかととちょっと似てるのかもしれないよね中国とか日本とか、うん、あるいはアメリカなんかに挟まれて、うん、まあその時のその時によって全然その地域のこう支配者だったりとか影響を持っている人たちがどんどん変わっていっちゃう沖縄なんかもそうかもしれないけどね、うん、そういう,こう場所にの国々の人々のこう悲哀っていうか辛さっていうか歴史みたいなのは確かによくわかるかもしれないですよね。ニュース見てる のの一歩先に映画見に行って、それもまた支援になると思うので、ぜひぜひ行ってみてください。キャロル・オブ・ザ・ベル、家族の絆を奏でる歌。新宿、武蔵野間、シネスイッチ・銀座、他、全国で今、公開中です。山内まりこ、月曜日のつぶやき。このコラムは、ポッドキャストや YouTube でもお聴きいただけます。ぜひ、チェックしてください。お知らせの後は、桂宮治のザブトン5です。